マハーバータラとは大インドを意味するサンスクリット語で、古代インドの神話的叙事詩であり、宗教的哲学的側面を合わせ持つ。ヒンドゥー教の聖典のうちで重要視されてきたものの一つである。物語は古代王家の道徳観の戦争を主題とし、それに様々な伝承やヒンドゥー教の説話、詩などが付け加えられたものである。作者は作中人物の一人でもあるビアーサの作とされているが、実際の作者は不明である。原本はサンスクリット語で書かれており、マハーバータラのうちバガバットギーターは宗教上特に重要視され著名な部分である。賢者ビアーサはこの物語を通じて正しさにかなった生き方、すなわちダルマに合った生き方を人々に伝えたいと考え、また人間が自分にあるいは他人に苦しみをもたらす過程を理解してもらいたいと考えた。さらに物事の上辺だけを見るのではなく、内なる意義にも目を向けてほしいと考えた。賢者ビアーサは生涯のほとんどを森の奥で過ごしたという。伝承では物語を文書として編纂するために象の頭を持ち、困難を乗り切る力を持つというヒンドゥー教の神ガネーシャに筆記を頼んだと言われている。この種の神話、叙事詩等は元来口頭伝承により伝えられてきたもので、物語を文章として記録するためにサンスクリット語の書けるバラモン階級の再刊に筆記を依頼したものであろうと思われる。私が参考にした本の一つで、これは英文からの日本語訳であるが、その訳者が後書きにこう書いてある。なんという壮大な物語でしょう。美しく、激しく、切なく、気高い、そしてとても面白い。骨肉相はむ戦いのを描きながら、文の狭間から絶えなる調べが聞こえてきます。生きることの根源に触れるような、宇宙の営みと響き合うような、深い深い調べ。ガンジスの流れのような雄大で豊穣なこの物語の奥深い寓意や精神性を救いと、古典の持つ香り高さを残しつつ、かつ生き生きと躍動感にあふれる作品になっている。私はこの物語を論文ではなく本ではなく映像にしてインターネット上に発表する困難な試みを始めることにした。今まで仏教伝来の旅路をウェブサイトおよび YouTube 上で発表してきたが、今回のプロジェクトはより困難が予想される。成し遂げられるか否かは今の時点では不安ではあるが、逡巡する気持ちを振り払い、はじめの第一歩を踏み出すことにした。マハーバータラ第一章、祖先第一節、シャンタヌ王の謎の王妃。今から何千年も前、インドの豊かな大地は果てしなく広がり、いくつもの王国に分かれていた。その中でも一二を争う大国バータラ国を率いるのは、古きクル王家の血を引くシャンタヌ王。首都はハスティナープラ。インドでも最も神聖な川ガンジスに面していた。今日でも聖なるガンジスの流れに身を浸せば、その者の罪は全て洗い清められると言われている。ある日シャンタヌが
ガンジス川の岸辺を散歩する途中、今まで見たこともないほどの美しい女性に出会った。長く豊かな黒髪とほっそりした優美な死体、両の瞳は底なしの沼のように深く、身のこなしは水面に立つさだ波を思わせた。シャンタヌはたちまち恋に落ち、妻になってほしいと頼んだ。女は王をしえしえと見つめていった。いくつか約束を守ってくださるなら、あなたの妻になりましょう。何なりと言うがいい。私が誰なのか尋ねてはなりません。いいとも、お安い御用だ。どっからやってきたのか尋ねてはなりません。そんなことは気にもならない。そなたが今ここにいる。大事なのはそれだけだ。私と言い争ってはなりません。私に腹を立ててはなりません。私が何をしようと異を唱えてはなりません。承知した。これほど美しい女性と対立するような日が来るとは夢にも思わず、シャンタヌは約束した。もし約束を破ったら、その日が縁の切れ目です。やり直しは効きません。私は現れた時と同じように突然あなたの前から消え失せるでしょう。そんな日が来るわけがない。シャンタヌは答えた。恋に燃えていたので、その言葉に迷いはなかった。二人は結婚し、幸せに暮らした。妻の異様な面をシャンタヌ王が初めて目にしたのは、若き王妃が初めての赤ん坊を産んだ時だった。世の母親のように我が子を抱いて慈しむ代わりに、シャンタヌ王妃は赤子を抱き上げ、ガンジス川の川面に投げ込み、溺れさせてしまったのだ。シャンタヌ王を襲ったおののきは、自分の方を向き直った妻の美しい穏やかな微笑を見て、一段と募った。愛する妻がよもやこんな恐ろしいことをやってのけようとは。訳を尋ねたくてたまらない。しかし二人の間で交わした約束と妻の戒めが心によみがえった。王は何も言えなかった。子供に次いでその母親まで失うわけにはいけないのだ。次の年も同じことが起こった。王妃は子供を産むとガンジスの流れに投じて、深く激しい流れがもだえなく幼子を飲み込む様を眺めるのだ。シャンタヌは呆然自失の体で、得体の知れぬ妻の笑顔を見やるしかなかった。またしても訳を尋ねたい、おぞましい恋を咎めたいとの衝動が湧き起こってきた。けれども二人で交わした約束がよみがえり、胸を引き裂かれながらも黙っているしかなかった。明くる年も王妃は同じことをした。愛する妻が我が子をガンジスに投げ込み殺す様を、ただ見守るしかない王の苦しみは強まるばかりだった。妻の手から赤子を奪い取り、バカな真似はよせ、一体何のつもりなんだと問い立たせたら、どんなに楽だっただろう
8年が過ぎた。王妃は産み落とし、溺れ死にさせた赤ん坊は7人を超えた。次の年の暮れに王妃が8人目の子を産んだ時、王はとうとう黙っていられなくなった。川へと向かう妻の後を追い、その腕を掴んでいった。もう我慢できない。頼むからやめてくれ。謎の女は振り返り、夫と向かい合った。約束を破りましたね。わかっている。しかし、もう見過ごせないのだ。これ以上は。あなたが約束を破った以上、私はあなたの元を去らなければなりません。そなたは一体誰なのだ。途方に暮れた王は尋ねた。私はガンガーの女神です。私が産み落とした8人の子供たちは不死の神ワヌスで、賢者バシュシュタの牛を結んだためにバシュシュタの呪いがかけられたのです。下界に生まれ変わるという呪いを、今までの不死の存在であったのが死が忍び寄り、前触れもなしに命を奪ってしまう幽玄の世界への生まれ変わりは残酷な定めなのです。私ガンガーの腹から生まれれば、誕生してすぐ私の手で人間の肉体から自由にしてあげられます。8番目のこの子だけは他の子より長く生きるようにしましょう。今私が抱いているこの子です。あなたとはここでお別れします。子供を連れて行きます。この子があなたの国の跡継ぎであることには変わりありませんから、立派な跡継ぎとなるように十分にしつけておきます。いつの日にかあなたのもとにお返しして、誉れに満ちた一生を送れるようにしておきましょう。そう言うと女神は赤子を胸に抱えて消えた。シャントンは一人残され、何年もの間悲惨に暮れた。ある年、モンスーンの期間のある日、ガンジス川に氾濫が起こった。木々や家、家畜や人が押し流され、ひどい被害を被った。シャンタノ王は何かと民の力になれないかと、ガンジスの岸辺に出向いた。すると、水かさを増して竹り食う川の土手で、一人の少年が流れをめがけて弓を射ていた。危ない。逃げなさい。溺れてしまうぞ。王は少年の身を案じて声をかけた。ところが驚くまいことか、少年のいた無数の矢のおかげで、川には堰が、洪水を止めるに十分な強さを備えた堰が築かれていたのだ。これがあなたの息子です。8番目の息子。背後で懐かしい声が聞こえてきた。振り返るとそこにガンガー、ベズリーから12年になる妻、川の女神がいた。昔と変わらぬ美しく謎めいて、あなたの立派な跡継ぎになるよう十分にしつけはしておきました。賢者のもとでベーダを学ばせ、武術も身につけさせました。さあ連れてお行きなさい。あなた方二人に幸多からんことを。言い終わると女神はガンガーの流れに消えていった。シャンタノ王は息子との再会に天にも昇る心地だった。
息子を宮殿に連れて帰ると王太子の位を授けた。父と息子は一緒にいられるだけで幸せだった。一心同体共に暮らす満ち足りた日々は4年の間続いた。しかしその後思いもかけない出来事が起こった。この作品は古代インドの王族バラタ族が2つに分かれ王国をかけ相争う物語の序説を動画にしたものだが、私の意図は古代インドの聖典と言われる長編叙事詩マハーバータラ、その叙事詩に含まれているバガバットギータを読み解き、そのギータ思想の真髄に迫り、古代インドのウパニシャッド哲学、すなわち内なる真のがアートマンと宇宙の真理であるブラフマンとの合一による下脱涅槃への道を調べることを目的とする研究である。宇宙物理学者、自然哲学者である私は、宇宙論、宇宙形成論、宇宙創生論、宇宙終末論と考えてきたが、この領域は古代インド哲学の宇宙観と人間の真のがアートマンとの合一を目指す古代インドの宗教哲学と合一することになると思っているのです。2021年12月20日 INU 研究機構学長教授久保です。